にちは。いつも、ご視聴いただいてありがとうございます。リーブ12チャンネル代表をやってます。ゼベックスの代表でもあります。鈴木、アイアンマン鈴木と申します。でですね、先日ね、うちの動画チャンネルの、KB 山の、アタック動画を、連作5部作で上げましたけど、その走らせ方、がすごく特徴的みたいなことを、動画見てくれた方とか言われまして、それも含めてね、今日はちょっとその話をさせていただこうかなと。特にね、僕らは自分の走らせ方をマクロスケールクロカン 4x4 マクロスケールクロカンって言ってるんですけど、陸上競技にね、短距離、中距離、長距離っていうふうにあるように、4x4 クロスカントリーにもやっぱり短距離、中距離、長距離っていうのがあって、それぞれやっぱり走らせ方とかポイントになるところが、違うと僕は考えてるんですね。で、それは昔からそう考えてきたんですけど、スタートからゴールまでの距離が、1キロ前後まで、あと、100キロぐらいかな、これが中メソスケールクロカンっていう僕らは呼んでます。で、あと、スタートゴールが1万キロぐらいになるのは、マクロスケールクロカンで、僕若い頃ジャングルとか走ってたんですけど、ジャングルであったりとか、それはね、向こうでマシン借りたりとかしたんで、とか、日本の自分の家から行ってロシア走りに行ったりとかしてるんですけど、それはもう全行程で1万キロ超えるので、そういうような、クロカンであるとか、あと、その、船で、EV10 に運んで、間宮海峡の横断に挑戦したりとかね、それは成功しなかったんですけど、間宮海峡まで行って走ったとか、そういうのは、マクロスケールクロカンって定義されるカテゴリーだと思ってるんです。でそこになると、何よりもマシンが特に駆動系ですね、壊れることっていうのは5ハットなので、走らせ方が、ミクロスケールクロカンとは大きく変わるんですね。でそれは別に技術的なね、腕がいいとか悪いとかそういう話ではなくて、そもそもスタイルが違うんで、そこでごちゃごちゃにして話すると、技術に対する評価であるとか、マシンの作り込みに対する評価であるとかっていうのはおかしな話になってしまうので、そこはきちんと整理して、分析的に評価するのが正当かなというふうに私は思ってます。で、そういう意味では、KB山もそうやったんですけど、僕らは基本的にオープンデルです。で、というのは、最近はね、前後でフロックを上げたりとか、デフを締め上げてね、走らせる、もしくはニールカット入れたりとか、ステベですよね、入れたりとか、ダンプサイドとかね、何しろトルクフローを何らかの方向で殺してっていう人が、結構多いなっていうふうに動画見たりしてるんですけれども、それは別に、ミクロスケールクロカンならさ、そうなると思うんですよ。それでいいと思うんですけど、ただそのスタイルでマクロスケールクロカンへ行くとですね、持たないですよね、絶対。で、絶対かっていうとね、じゃあ例えば2位にオンできる機構を使って、ここ1番っていう時だけ、オンにすれば、デフを殺せばいいやんかって言ってるけど、僕の考えはそれでも持たないと思います。で、持たない、買った場合にですね、ミクロスケールクロカンなら、JAF 呼ぶなり、歩いてタクシーで帰るなりすればいいんですけど、例えば僕らが行ったロシアのツーリング衛星チームなんかだと、そこで、マシンが壊れると、最寄りの町まで、1週間歩いて、で、ヒグマよりでかいクマがうよいよいるっていうエリアでっていうようなこともあるので、そういう状況でやっぱ当然大事にするレベルも変わってくるので、僕らの国内で走る時も僕らはそういうスタイルを忘れないようにとか、変な癖がつくとね、やっぱり人間ってその癖をその時だけ直せばいいやと思ってても、そうはなかなかいかないもんなんで、テンションが上がっちゃうし、それが実際にちょっと経験不足な人を連れて行って、
現場で駆動犬を壊して大変なことになって大騒ぎになったと、まあ無事に帰ってきたんですけど、という経験もしたので、まあ、やっぱり悪い癖っていうのはそういう時に出るもんやなというのもね、まあそういう次回も含めて、国内で走る時も僕らは基本的にマクロスケールのスタイルで通してます。でまあそれで今日も、まあ、これ行く時の、今日はこれがそのどういうじゃあそのマクロスケールクロカのスタイルを実現させるためには何がいるんやっていうんで、まあ、とりあえず道具をね今日、この車に積んでた道具をちょっとあの脱出道具系を出してみたんですけど、まあ、これだけのものを、このマシンに今日は積んで2人で、1台2名こんだけの脱出道具っていう、構成で今日は行く予定でした、やる予定でした。まあ、基本的にあの警備山の時も、まあ、あのその時は3台やったんですけど、まあ、道具は、まあ、これよりもちょっと多いぐらいかな、もちろん台数積むとこが多いんでね、分けて積んでたりで、まあ、1台で行ってもこれぐらいは最低には持っていくという感じです。あの簡単にじゃあどういう道具があるか、道具の説明を本当に簡単に順番にしておくと、まああのこれワイヤークリップ、ワイヤーをこう通してここに通して挟む道具なんですけども、これね新品、新品というか何年前かね買って買い替えて、それより結局一回も使ってないんで気づいてないんですけど、あのまあ使ったことあるけど実際ねあんまり使わないけど、まあワイヤーに癖つくんで嫌なんですよ。ワイヤーに金具じゃないけど、まあちょっと癖がついてそこで強度落ちるんであんまり使いたくない。でもまあこれがあるとあのこっち方向で止まるんでこう引っ張れるんで、まあ空中安価取ったりするときに便利なこともあるんでワイヤークリップも一応持っていってました。でまあこの辺はまあシャックル、まあディーリングって言うとシャックルというかディーリングですよね、日本はシャックルって言いますけど、まあデーリングでまあおなじみの S 缶、まあディーリングでから、オタフク滑車ですね。あのまあ、この滑車にもこの水ベルがついてるやつとか、あの水ベルのないやつとかね、あとシーブのこの径の大きさによって使えるワイヤーが違ったりとかするんですけど、まあちょっとこっちの方が大きいんですけどね。で、まあ、これはこうやってこのピンがどっかなくすのが定番なんで、これをあの上手にこの辺にあの落ちないように工夫したりとかしてる人もいるんですけど、まあ私はあのポケットにすぐしまうとかで対応するようにしてやってます。でこれスイベルはね、あのなんでスイベルついてんのって言うと、特にね本当はこのオタフクでやるんじゃなくて、四駆で割と一般的なプレート型の、滑車があると思うんです。僕は嫌なんで嫌いなんで使わないんですけど、それの場合に、このね例えば引っ張ってるところからこういう角度で入ってきてこっちに抜けていくみたいなね、そういうライン取った時に、まあこの牽引面にこれが平行になりゃ、この回転面が平行になりゃいいんですけど、ならない場合が結構あるんですよね。ねじれがついちゃうと、テンション出てるとそのテンションを張ったワイヤーはこのシーブのこういう隙間に入ってこようとするんですよ。でプレート型の場合はね、それがここに割り込んできてプレートがこんなピンピャーンと飛ばして崩壊して、ラインがね、あのこっからワイヤーが飛んでって、だから車がずり落ちましたとかいうこともまあまあまああるんです。でそういう時にこうスイベル、あの別で売ってますんでスイベルを挟んでおくとこの回転面がこういい感じでねじれてくれ、ここでねじれることができるんで、そのプレートを押したりとかいうことが防げる。なんかね、ヨーグルト業界はあのプレート型が多いんですけど、その割にはスイベル一緒に使えるっていう人誰もいないんで、まあね、使ってりゃ絶対気づくはずなんで、うん、必ずプレート型使う人はスイベル、あのこういうところの単体のパーツがあるんで、それを一緒に買っていただいた方が安全かなと思います。もちろんオタフクはそれに対して強いんですけど、それでもまあそういうリスクはあるので、オタフクにスイベルが付いてるこういう商品もある。僕らはこっち使うことが多いかな、 DYD の
ことも考えてこれ使うことが多いです。でまあグローブですよね。グローブはグズモーって言ってるんですけど、あと、これがチルホール、リバティ X5 ってやつですね。まああのこれは外板で強度は持ってない、中のフレーム、中にフレーム取ってて外板は打とる、単なる取るわけです。で、こっちは、T7 って言ってるやつです。あ、ごめんなさい、T7 って言ってるんですけど、まあ、これが出る前はこれが一番軽量モデルやったかな。で、まああのワイヤーをまあここは通して、こっちのピンのついてるのが巻きです。これコックやるとワイヤーがここジビューと伸びていくと、こっちやるとワイヤーがこっちビューっていくっていうね、そういう道具で、まああの細かいところは違うんやけど、同じそのこっちは700キロ一応引けますよ。もっと引けるんやけど、まああの安全率見た上で700キロ引けますよ。これも安全率見た上で500キロ引けますよっていう商品で、まあこの、上にまだ大きいのが、こういうやつの13からこういうやつの1635か、アルミのでっかいのな、とかね、いろいろあるにはあります。ただまあ四駆とかこいつでやるにはこれとこれが一番、もうねあの体力的な問題もあって、あの若い頃使ってた X13 っていうこれのでっかい版ね、重くてあの安価取りに行くのにね、ちょっとあの坂が登れへんとかね、ワイヤーが重いんですよ、本体以上に、ワイヤー太いし、うんうん、あのそういう事情もありまして、もう最近あんまり実はもっぱら X5 使ってるっていうね、13ほどには引けないけどっていうことで、まあまあこれであの使う分ぐらいには十分と。ランクルとかになるとねちょっと役不足かなと思いますけど、でまああとワイヤー、これがなんかねあのちょっと変わってて、こう色こうワイヤーがこうなんどう言ったらいいの、最近売ってるの見ないけど昔あったよね、あの台付け台付け台付けでこうリングリングリングになってて、適当なのをこうやってねこういうふうに引っ掛けるって使える、これ結構便利アイデア商品で、こういうので、まあこれ何メーター3メーターかな、なんかまあこれいろいろあるんです、長さとかは。でまあオーダー車は作ってくれると思うんやけど、まあこれにあの手にワイヤーのささくれが刺さらへんこうビニールコーティングしたモデルが、あったので、それもまあこれも同じですね。これはもう普通のワイヤーにビニールコーティングしたやつで、結構擦れるんでテープで補修してっていう感じで使ってます。でまああの手動のエア入れ、はい、まああの EV だからバッテリーでデコデコもあんやし 100V でやりようなもんなんですけど、あの基本的に人間が頑張るのがうちのチームの鉄則なんで、人力で、はい、やれるとこは人力でやります、間違いないで一番。それからこれね、あのいわゆるアンダロープなんですけど、まあ、あの化学繊維をで引っ張り強度の強いロープを編んだもんですけど、ちょっと伸びるんですよね。でなんかまああのクッションロープ、いわゆるあのクッションロープ代わりにこれで引いたりとかする人が本来そういうもんやと思うんですけど、なんでじゃ あの今日は1台でこれ1台で行ってたんですけど、あのなんでこんなの持ってんのって言ったら、あのまあもちろんね向こうでたまたま出会った人がハマった助けてあげるとかっていう時のためっていうのもあるんですけど、あのウィンチのワイヤーをですね貼った時、これを間にかましておくとですね、ウィンチのテンションが、駆動アシストを入れるとウィンチのテンションが抜ける瞬間があるんですよね。その時はもう駆動アシスト止めて、あんまりこうドラムが吹けないように調整しながら駆動アシストを入れなきゃいけないんですが、それがウィンチの技なんですけど、ただまあ言ってもなかなかそういかないこともあって、ワイヤーが、あのウィンチワイヤーが吹けてしまうことがあるのでね、これを間に挟んでおくとこいつが伸びた分がクッションになって結構テンションが出て、まあ、吹けがあの少なくなるんですよ。かなり効きます。非常に駆動アシストを入れづらい場所とかで非常にこうワイヤーの吹けをいちいちワイヤー吹けたし一遍
出してマスター巻き合ってっていう手間がね、減るんで、まあ、そんな時のために使ったりとか、まあ、もちろんこれ自体をワイヤー代わりに使うシチュエーションもあったりしますけど、まあなんで車1台でこんな持ってんのっていうと、まあそういうことですね。そういうクッション性のあるもの、それはあの強度が十分なソフトカーロープでも同じことができるんですけど、まあそういうためにこういうこれぐらいの伸びがねいい感じなんですよ、使ってると。で今度使ってます。で、実はあんまりね、あの知られてないチェーンスリングってやつなんですけどね、あのどうかな、よくねこれチョーカーチェーンっていう人がいて、あのなんか通じないんで、チョーカーチェーンってあのチョーカーチェーン取ってって言われるとね、何取って、なんかチェーンスリング取ってって言うとこれ取らない人もいたりするんで、場合によってはあえて間違ってるの分かっててチョーカーチェーンって言ったりもするんですけど、あのチョーカーチェーンっていうのは、呼んで血のごとくチョークするもんなので、このフックが形がちょっと違うんですよね。あのこういうところにこうかけてね、こうなんていうのかな、あの鎖のここにこうこういうふうにこうカチョンとはまるとここにパコンとはまるようですよね。それであのそういう状態で、こっち側引っ張るっていうような、そういう使い方するもんがチョーカーチェーンで、これは何のために使うかっていうと、あのストラップやとストラップが傷いきそうな岩とか、そういうのにアンカー、ウィンチのアンカーを取りたい時に、使うものです。なので、ストラップやったりフックがかけやすいように、フックは両方の普通の通常フック、あの片方が、グラブフックっていうね、あのチョーカーチェーンなんか形が違うんですけど、そうじゃなくて両方ともこういう形状のフックをつけてやるという、まあこれなんかかなり強度もね、まあいわゆる四駆業界ってアンデルス言わないんで、四駆業界風に言うと11トンとか12トンとかなのかな、あのぐらいの強度があります。まあこのフックだけはねあえて1トンにしているのは理由があって、ここが広がるんですよね、荷重が角にかかると、ここが広がることを見て、あ結構荷重がかかってるなっていうんで、調整したりとかできるように、フックだけこれ1トンもので、一番最初ここが広がります。それ見るとかかってる負荷が推測できるので、いきなりバチンと切れることはないというためにここだけあえて1トンも入れます。でまああと、ストラップが、まあ、通常のストラップが、まあこれはホース巻いてないやつ、これがねホース巻いてるのは、これは、ダブルプロテクトって僕ら呼んでるんですけど、よくねあのツリートランクプロテクターなんて言ってね、あのちょっとこれ、どうかな、まあ、1.5 倍とかぐらいの幅の、木に使うときはそれをアンカーしてくださいよっていうストラップね売ってたりしますけど、実はね使ってると分かるんですけど、あれじゃね、何遍も使ってると木の皮剥がれちゃうんですわ。まあね、ワイヤーなんかみたいにめり込んだりとかいうことはないですけど、やっぱり木の皮をずるっと一緒にこう、例えばこういうことですよね、これやたら短いんですけど、こう巻いて、これがね、やっぱりこう、なんかこう、車がぐーっと動いていくとか、ずるっとこう、動いたりしたときに、ここの皮を一緒にベロンと剥がすっていうことがね、もうたびたび、僕らのやってたアイアンバルカップで競技中でもあったし、常日頃の、山行きの中でもあったので、まあ、それはジャングルでもありました。なので僕らは、このストラップと外側に、まあ、これはあのホースなんですけど、もう一枚必ず前、こういうもん入れたダブルプロテクト状態したもんを用意してます。でこれでこれを釣り木の幹にこっかますと、ここが向きが動いてきても、この間で滑るんで木の皮剥がないですよね。まあ、 100% ではもちろん言わないですけど、こっちに比べて全然違います。これ樹木の保護、アンカーにする樹木を傷つけずにないっていうのも基本なんで、クロカンのためには、木にアンカー取りたい時は基本的にこっちを使うようにしています。
で、まあ、あのストラップとして長さを調整したりとか、そういうのにもこういう短いのがあったりとか、まあ、これは今度はまあ逆に言うと木には巻かないんですよね。ここに巻くならもう一枚何か、ホースを入れるなり、まあ、それこそどうしてもこれ使いたい時はこの間になんかもっとね、あのブルーシートを、あの昼飯食う時用のブルーシート挟むとか、なんかそういう養生してから使うようにしてます。で、ティッシュティッシュ大事だね。まあ、何かといるティッシュ、あ、まあ、虫除け、山の中行くんで、あの蚊取り線香よりは火の気のない、ね、山火事防止とかいう意味でもこういう、で僕らはこういう電子物使ってます。で、まあ減点ですよね。とりあえず減点。でも俺はもうあのどんなものでもいいと思います。で、意外と、ね、KBM で大活躍やったラダー、これあの KBM で使ったやつ出してきたんですけど、今ねちょっとここあの補強が外してますけど、これ本当はここにアルミの補強、あのアルミの各チャンネルみたいなここに補強で入れたりとか、してます。でもアルミなんで軽いんですよね。でこれ、長いやつを半サイで使ってるんで、値段も1万円程度で作れてるんで、これこういうの非常にあるとね、あのラダーの使い勝手は奥深いんですけど、意外と、ね、あの足を伸ばしてなんとかっていうなら、足伸びなくていいんで、足あの無理に3インチ履くんなら2インチ、安全率の高い2インチにしといてラダーを持つと、僕らの考え方から言うとそうですね。その1インチ伸ばす分をラダーを引くことによって高さ変わるんで、足のねじれが1インチ少なくても大丈夫だよっていうふうにラダーでその1インチを稼ぎ出す。その代わり、マシンのセッティングとしては、無理に3インチ上げるんじゃなくて、2インチにとどめておくというような、例えばそういうような、効果もラダーを上手に使えるようになるとあります。で、まあパイオニアツールですね、今日これの剣先、角じゃなくて剣先持ってこうと思ったら、そのなんかちょっと絵が折れてて、で、がっつりしたのが、ね、角しかなかったんで、まあ、角にしましたけど、まあ、ツルハシで持ってったんで、まあ、この組み合わせでええかっていうの、まあ、今日みたいなところだとね、こっちはあの剣先にしたいなっていう気はしますけど、一応まあ、積んでた道具としてはこれ、こんな感じと、まあ、もちろんその通常工具なんか積んでるし、あとあれか、車に入り積んでるから、車側で言うと、まあ、ここにシャックル、ピン系19かな、のシャックルディーリングが左右ついてて、で、ここに入りがあります。これはもう KBM の使った入りジャッキ、入りフトジャッキですね、はい、をここに積みます。だからみんな見えるところに積むけど、僕ら見えないところにあえて、はい、天の弱なんでねパクられても嫌ですね。まあね、まあ、これしてあるんで、まあ、車ごとパクってくださいまあ、あの下手に車ごとパクって下手に触ろうとするとね、感電するんで、まあ、直流でこの電圧だから、感電したら一撃で死ぬよバシッ、あっ、うん、あっ。で、まああと、ちょっと前インチだけ見てもらおうか。まああと脱出とメインになるのは、ウインチで、ナンバーね、ここにつけてるんで、あのセクションに入る前にナンバー外して、ナンバーなくさんように別で保管してっていうふうな使い方してます。なんか最初この辺つけてたんですけどね、ちょっとあのうまくないし、これからナンバーの角度とかもね、うるさくなってくるんで、もうそういう形でしようかなと。最初はここ跳ね上げにしたりとかしてたんですけどね、意外と曲げちゃったりするんで、もうセクションインするときは外すというところで、実用的に落ち着きました。で、8000ポンド、24ボルトの8000ポンドなんで、早いです。あの12ボルトの8000ポンド全然物が違います。あの24ボルト圧倒的です。まあ、これぐらいの速さがあれば、
まあ、駆動アシストとのバランスが非常にいいという感じですね。12ではそこまでの速度出ないんで、あのこのモーターはね、直流直検っていうタイプのモーターで、要は引火した電圧で速度が決まるんです。あの引火したすると中で発電するんですよね、周り出すと。で発電して逆起電力が発生して押し返してくる。その押し返してくる電圧と入ろうとする電圧の差の分だけしか入らないので、電圧を高くすると回転が上がって逆起電力が上がってきてももっと入れる、押し込めるというんで、速度は高いところで飽和するんで、電圧が上がれば、速度はめちゃめちゃ速くなるので、12V と24V は、全然違います。もちろんその速度をね、はギアで変えられるけど、そうするとトルクが出ないので、はい、まあ、直流直検というモーターの特性がそうなので、あの、まあ、24V の、ウィンチっていうのは 12V とはまるでものが違うと、いうことです。その認識を持っていただいた方が正解かと思います。実際使えばね、体感できるんですけれども、はい、ぐらいかな、まあ、あとね、もちろんその細かい整備道具、あの工具とかはこう中に積んでたり、あのバラバラで積んでたりもしますけど、まあ、あ、これや、これ忘れてる、10メーターのストラップ、ロングストラップ、よいしょ、これ向こう行く、10メーターのストラップですね、はい、もう出しませんけど出せばいい、いや大丈夫です、長いということが伝わります、はい、はい、これですね、もうちょっとね買い替えなあかんかなそろそろだいぶ使い込んでますね、うん、だいぶ使い込んじゃってるんで、うん、でもまあまだ気ぃつけながら切れるかもしれないんで使えますはい、ぐらい今日の道具で言うと主だったところこんなもんですね。だからまあこれぐらいの少なくとも体勢で、まあ行ってますよという感じです。これで十分やと全然思ってなくて、積む場所がね、こいつバッテリーが2台の大半を占めてるんで、積みたくても積めないっていう中で厳選してこの体勢っていう感じですね。正直電費に変化が出るぐらい重いですよね。積んだらね、はい、もう弁当を積む場所がなくて困ったみたいなね、はい、感じですが、まあそれぐらいの装備でそれを上手に使えば、マクロスケール、まあ、マシーンに優しく、修理代のかからない、まあ、手間ちょっとかかるし汗もちょっとかくんですけど、その代わりマシーンには優しい、無駄なパーツの買い替えをしなくていいっていうような苦労感ができるし、それは、そういう癖をつけておけばいつかね、いつかシベリアとか、まあ、アフリカでもいいのかな、その1万キロスケール、マクロスケールの苦労感をやることになった時にも安心してそういうところで通用できると。で、まあ、ミクロスケールを考えればね、前後でブロックして、ガッチガチで、横でこの壁に張り付きながらでも、二輪浮いてでもついてる、地面についてるタイヤで前後するよみたいなこともね、悪いと別に思わないですけど、そのままでは1万キロは車持たないので、まあ1万キロへ行かないのね。だからまあ僕はマラソンしませんと、100メーターで頑張りますっていうのはそれでいいんで、そういう人はそういう人でその流儀でやっていただければ全然問題ないと思うんですけど、ただまあ100メーターのままの走り方で1万キロを走れるっていう人は多分いないと思うんで、まあそれは横も一緒で、それぞれのスケールで、まあ、短距離、中距離、長距離、それぞれの走らせ方があって、それぞれの技術の、正しさ
っていうのが、あるということは、まあ、経験者として強調しておきたいかなというふうに思います。まあそんなとこです。今日はありがとうございます。